ジョン・ヘリコプター・ハンフリーはアメリカ合衆国のバスケットボール選手、ノースカロライナ州出身、身長188センチメートル、体重95キログラム、ニックネームであるヘリコプターのようにアリウープや豪快なダンクシュートを得意にする。ノースカロライナ州で生まれた彼はマイケル・ジョーダンが大学1年時の NCWA トーナメント決勝の ジョージタウン大学戦で決勝のジャンプシュートを決めて優勝したことを聞いて育った。ミドルテネシー州立大学在学中の2003年 NCWA のスラムダンクコンテストで優勝した。2003年はジョー・ブライアントヘッドコーチの下で ABA のラスベガス・ラトレルズでプレーした。2004年11月には &1 ミックステープツアーで &1 のプレイヤーとして来日。 同年は、ジョー・ブライアントと共に、ABA のボストン・フレンジーでプレーし、チームトップとなる試合平均30.1得点。さらに、ABA 史上2番目となる65得点ゲームを記録。2005年、ブライアントがヘッドコーチに就任した日本プロバスケットボールリーグの東京アパッチに移籍。一試合平均23.2点を稼ぎ、リーグ最多得点のタイトルを獲得し、 プレイオフ進出に貢献した。2006から07シーズンより設けられたサークル計算屈週間 MVP、月間 MVP の第1号となった。このシーズンも得点リーグ1位となったが、チームはリーグ再開に沈んだ。2007から08シーズンはチームの BJ リーグ準優勝に貢献。2008から09シーズンは12月に2度目の月間 MVP を受賞。 二シーズン連続での b J リーグ準優勝に貢献した。その後、同シーズン限りでチームとの契約を打ち切られたジョー・ブライアントヘッドコーチと共に対談し ABA に戻った。2011から12シーズンは埼玉ブロンコスと契約。2011年12月10日の新州ブレイブオリアーズ戦では52得点を記録して107から91での勝利に貢献。 そのうち、フリースローは100%の成功確率で24本を成功し、1試合見、投げ、数24本と成功本数24本の、BJ リーグ新記録を達成。2012年1月15日に埼玉、スーパーアリーナで開催された、BJ リーグオールスターゲームに、ブースター投票による選出で出場し、ダンクコンテストでは、予選、 決勝ともに満点をマークして優勝。試合では、イーストチーム最多得点をマークして、ミップ賞を受賞。2012から13シーズンは、序盤にヘルニアで戦線を離脱していたが、復帰後は、元のエースの座に収まり、1試合平均27.2得点で、6シーズンぶりに得点王を獲得した。 2013から14シーズンも23.9得点で2シーズン連続の得点王と2.1本で初のスティールのタイトルを獲得した。シーズン終了後、埼玉は契約を更新せず退団した。2014から15シーズンはイラクの AL ニフトと契約したが、ポイントガードの役割を期待していたチームの思惑に合わなかったため退団した。 2015年1月、ジョー・ブライアントヘッドコーチが率いるライジング福岡に加入。ありがとうございます。